軽量ベクトル空間、線形代数学における軽量ベクトル空間、軽量ベクトル空間は内積と呼ばれる負荷的な構造を備えたベクトル空間であり内積空間、内積空間とも呼ばれる。この負荷構造は空間内の人気の2つのベクトルに対してベクトルの内積と呼ばれるスカラーを対応づける。内積によってベクトルの長さや2つのベクトルの間の角度などの 時期的な幾何学的概念に対する厳密な導入が可能になる。また内積が例になることをもって、ベクトルの間の直行性に意味を持たせることもできる。内積空間は、内積として、天井積、スカラー積を備えた、ユークリット空間を、任意の次元、無限次元でもよいのベクトル空間に対して、一般化するもので、特に無限次元のものは、関数解析学において研究される。 内積はそれに付随するノルムを自然に導き、内積空間はノルム空間の構造を持つ。内積に付随するノルムの定める距離に関して、完備となる空間はヒルベルト空間と呼ばれ、必ずしも完備でない内積空間は、内積の導くノルムに関する、完備化がヒルベルト空間となるから前、ヒルベルト空間、プレ、ヒルベルトスペースと呼ばれる。 複素数体上の内積空間はしばしばユニタリ空間、ユニタリースプイセスとも呼ばれる。本稿では、スカラーの体は実数体、または複素数体のいずれかを意味するものとする。厳密に言えば、内積空間とは、体上のベクトル空間であって、内積と呼ばれる写像で以下の考慮を満足するものを、備えたものを言う。上記内積の定義において、 係数体を実数体及び複素数体に制限する必要があることにはいくつか理由がある。簡潔に述べれば反省定値性が意味を持つために係数体は内積の地域となる適な順序体を含む必要がある。したがって任意の順序体がそうであるように表数が出なければならないことである。ここから直ちに有限体は除外される。また形数体は区別された自己同型。 ディスティングウィッシュとオートモーフザムのような付加構造を持たなければならない。そういう意味では、より一般にまたはの二次平部分体、任意の元が平方根を持ちからだ。例えば全代数的数体を考えれば十分だが、でもでもない真の部分体を取ってしまうと、有限次元の内積空間でさえ、完備距離空間にならない。これと対照的に、または、上の有限次元内積空間は、 自動的に完備となり、したがってヒルベルト空間になる。とするとき、ベクトル空間になるノルムを入れて、ノルム空間を得ることはできるが、抽選定理、平行四辺形公式を満たさないので、内積空間にはならない。ノルムに付随する内積が存在するには、抽選定理が成り立たなければならない。しかし、内積空間ならば、内積から自然に定義され、 中線定理を満足するノルムを持つ。このノルムは内積の定義における制定値性公理によってきちんと定義される。ノルムはベクトルの長さあるいは大きさと考えることができる。公理から直接に以下のようなことがわかる。正次性と三角不等式は関数が実際にノルムをなすことを示すものである。これによりはノルム線形空間となり、がって また距離空間をなす。最も重要な内積空間は、この距離に関して、完備距離空間となるもので、それらは、ヒルベルト空間と呼ばれる。任意の内積空間は、適当なヒルベルト空間の中密な部分空間であり、このヒルベルト空間はの完備化として、本質的にによって一位に決定される。この等式の証明には、ノルムを定義に従って、内積を用いて書いて、 各成分に関する可法性に従って展開すれば十分である。ピタゴラスの定理という名称は、この結果を幾何学的に解釈したものがおける同名の定理の類似対応物になっていることによる。無論、総合幾何学におけるピタゴラスの定理の証明は、基礎に置かれた構造が乏しいためにより複雑なものとなることに注意すべきである。その意味において、総合幾何学における ピタゴラスの定理は、今述べた内積空間におけるものよりも深い結果である。ピタゴラスの定理に、数学的機能法を適用することにより、が、ベクトルの直行形、すなわち相違なる任意の添え字に対してを満たすならばとなることが示せる。コーシー・シュワルツの不等式から、が、連続写像となることもわかるから、ピタゴラスの定理を無限和にまで拡張することができる。 空間の完備性は部分和の列。これが更新列となることは容易が修練することを保証するために必要である。実は、抽選定理はノルム空間において、そのノルムを導く内積が存在するための必要かつ十分な条件であり、これを満足するとき対応する内積和によって与えられる。これは予言定理の一つの形である。 お次元を持つ有限次元内積空間とする。任意の規定はちょうど本の線形独立なベクトルからなることを思い出そう。グラム・シュミットの正規直行化法を用いれば、任意の規定を正規直行規定に取り替えてから話を進めてよい。すなわち、規定は各ベクトルが単位ノルムを持ち互いに直行するものとする。式で書けば、規定が正規直行であるとは、ならば、 かつ核に対してを満足することを言う。この正規直行規定の定義は以下のように無限次元内積空間に対して一般化することができる。は、任意の内積空間として、ベクトルの経過の位想的規定であるとは、のもとからなる有限線形結合全体のナスの部分集合画において内積の導くノルムに関して中密となるときに言う。 規定画の正規直行規定であるとは、それが、各添え字に対してならば、かつを満足することを言う。グーラム・シュミットの方法の無限次元版を用いればが、示される。また、および、完備内積空間において、線形部分空間への直行者へが、定義可能であるという事実を用いれば、も示せる。これら二つの定理は、 任意の内積空間が正規直行規定を持ち得るかという問いに答えるもので、これには否定的な結論が下される。これは非自命な結果であり、以下のような証明が知られている。パーシバルの等式から直ちに次が従う。この定理はフーリエ級数の抽象版であり、任意の正規直行規定がフーリエ級数における三角多項式のなす直行形の役割を果たす。 上記の添字集合は任意の加算集合として良い。また実は、ヒルベルト空間の項にあるように、そうして得られる空間はすべて、適当な集合上で定義されたとなることに注意。特に、フーリエ級数に関して。点列、e の直行性和の時から直ちにわかる。正規性は、列の作り方による、すなわち、列の、 各係数はノルムがとなるように選ばれたものである。最後に、この列が内積の定めるノルムに関して中密な大数的線形法を持つことは、この時上の連続な周期関数が一応ノルムに関してなす、ノルム空間においてこの列が中密な線形法を持つことら従う。これは三角多項式の一応中密性に関するバイエルシュトラスの定理の内容である。 内積空間から内積空間への線形写像に対して望ましい性質を持つクラスがいくつか挙げられる。内積空間論の観点からは互いに同居同型な二つの空間は区別を要しない。スペクトル定理は有限次元内積空間上の対象作用素、ユニタリ作用素、あるいは一般に正規作用素に対する標準型を与えものである。スペクトル定理の一般化は ヒルベル特有感情の連続性記載要素に対しても成り立つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。